表をされたのかなと思いますけど、でまあなんというか、この政治利用というですね、はい、批判が出たときに、最初の囲みの取材で答えたときに、だと思いますけれども、政治利用ということであれば、じゃあかつて、その主権回復の日に、式次第になかったにもかかわらず、天皇陛下万歳を参照するして、まあ、そういう空気を作り上げたことも政治利用ではないのか、あるいは IOC のですね、まあ、会議にですね皇族を引っ張り出して、こういうことは政治利用ではないか、まあ、こういうことを太郎さん自身もおっしゃったと思いますし、またたくさんの良識ある人々がですね、どちらが政治利用していると思っているんだと、これまでもあったではないか、もし山本太郎さんの処分があるんだったら公平にそちらも処分をという声もあると思うんですね。この点に関して、もう一度考えていることをおっしゃってください。そうですね、まあ、まあ、もしも僕自身のことに関してそのような大きな処分が下る、あの議員を辞めてもらおうというような処分が下るのであれば、もちろんあのその試験回復の日のことも、そしてその IOC に皇族の方々、皇族の方々に参加していただいてという部分に関しても、あの政治利用という部分に関して糾弾される部分はもちろんあることと思います、うん、もちろんそこら辺も含めた上での、沙汰が降りるというふうに自分自身は思ってます、うん、はい、当然この皇族を是が非でもね、出てもらいたいと強く働きかけたのは、これは大臣、下村文部大臣ですね。下村文科大臣は今回あの批判の急先鋒の一人ですよ。ああそうですか。辞職するべきだとはっきりあの、はい、おっしゃってますしね。それからご存知なかったですか。そうですね。そうですか、とあと非常にあの不可解なことなんですけど、田中正造に匹敵するって言われたんです。そんな何を言い出すんですか、その方。直訴した田中正造に匹敵するって言われたんで、僕これ田中正造といえば偉人でしょ、はい、だからあの足尾銅山事件であの、ね、苦しんでる庶民を思って、直訴した田中正造の直訴に匹敵すると、いやいやいや、それで褒められたのかと思ったら、に匹敵するぐらいとんでもないって言われたということはですね、はい、あの文部大臣なんですけど田中正造偉人ではないと思ってるみたいなんですよ。なるほど、よくわからないですけど、どういうふうに思われます、その下村さんの発言に関しては。ま、ちょっとあの僕と田中正造さんを、はい、あのその同列で語るというのはあまりにもあの田中さんに対して失礼であると思います、はい、おこがましい。いやいや、もう足元にもよりません、うん、はい、尊敬されてますか。そうですね、あの存在そのものを僕が認識したのはやっぱりこの原発事故の後ということですよね、うん、でもまあその田中正造さんにこう触発されたっていうものがあったのかって言ったら、あの特に意識はしていなかった。自分自身がその園遊会という場で陛下にお会いできる、お会いできた時にこうお話できたとしたら一体どんなことをお話しするんだろうということを思い出した時に、やっぱりこうあまりにも次から次へとこの現状ってものを伝えたいって気持ちが溢れたから、お手紙をしたためるという形になったんですけど、あの園遊会の場をちょっとですね振り返ってみたいんですけれども、ね、あのこれもまたね一部の報道新聞記事なんかにですね、それを見ていた皇宮警察の人がずっとウォッチしてたらしいんですよ。あ、そうですか。そう、挙動が怪しかったと、ね、キョロキョロしていたと、ね、明らかにカメラを狙っていたと、ね、っていうふうに言うんですけど。